んだろう。傑作。ママ、パパ、誰か。はあ、綺麗だな。うん。ごめんね、サリー。わ、サムがすっごく若い。ねえってば。おわ、かっこいい。またママ貸してくれないかな。置いていかれちゃった。しょうがない。一個だけね。しょうがない。今日はこれでおしまいだからね。いい？やった、サムとサリーが来るんだ。見てこの二人。行っちゃった。もうちょっとでタージマハル。あと何週間か待てば。最高の天気。あとは船のクルーが全員来れば。誰か？誰もいない？あそこ。ああ、ビッキー。ママは？あ、じゃあ探そう。ほら。ねえ。一人で探す。食べ物は準備 OK。
ここにもいないね。なるほど、待つしかないか。探す範囲を狭めたんだね。そうだ、この時サリーと遊んでもらってた。そうそう、これが私のお気に入り。これ覚えてる？変なの。ねえ、これってもしかして鍵忘れてったの？ダメだよね、絶対に無理。スペインのダブロン金貨、どこで見つけたの？不気味だけどかっこいい。ヘンリー・エイブリー、ガンズウェイクを略奪。待って、エイブリーの財宝を探してたわけ？嘘でしょ、これパパ？小さな一歩から。ふん。これは？何なの？あ、やば。まずい。そこにいたか、パパ。探したぞ。ここで何してる？ああ、二人を探してたの。ボート出すわよ、ほら。うん、すぐ行くから先に行ってて。どうして？ああ、ほら、その、私なんだ、キャッシー。ねえ、怒んないで。ねえ、怒んないでってば。鍵。それで何を見たんだ？別に何も。二人とサリーの写真くらいだよ。スペインの財宝も写ってたけど、あとショットガンも。そう。
遅かれ早かれ気づくんだし、もう打ち明けたら。まだ早すぎる。何のこと？あのクソヤバそうなやつ。言葉遣い。ねえ、気をつけて。ごめん。でもまさか骸骨なんかを棚に入れてるなんて見えちゃったの。銀色の頭蓋骨みたいなの。まだ絶対早いって。だろ？ネイト、今話すべきよ。ねえ、今話してってば。また話って一体何の話？まだ子供だ。でもサムとあなたはもっと小さかったでしょ。いや、それとはわけが違うだ。ねえ、私もし怪しいことをしてたとしても全然気にしないから。私だってもう大人なんだし教えてよ。大人ね。いくつだっけ？ 笑える。まあまあ。わかった。じゃあまずはそうね、歴史上の大発見があるってある日パパが電話してきたの。それが全ての始まり。絶対に詐欺だって思ったけど。そう、イケメンの詐欺師。ちょっと顔も知らなかったってば。知ってたろ。絶対そう。それでその詐欺師が言うの、金を出してくれればフランシス・ドレイク卿の棺を見せるって。言っとくけど本当に見つけただろ。でもインドネシアの海賊に取り囲まれたでしょ。おいおい、あれは俺のせいじゃないって。ねえ、ちょっと待って。フランシス・ドレイク卿の棺を見つけて、しかも海賊に襲われたって今言ったよね。本当に？うん、まあそんな感じね。そんなとこマジ言っちゃってる。言葉遣いマジやばい。よし、それで続きは？なあ、天気もいいし、ボートもあるし、風もいい。続きが聞きたいならボートを出そう。あれ？あ、ねえ、フランシス・ドレイクの骸骨ってどんなの？入ってなかったよ。そう、手帳とエルドラドの地図だけさ。あの黄金鏡。ああ、伝説ではね、実際は黄金の像、呪われた像だ。ねえ、それマジで？ああ、マジさ。それはひとまず置いといて。